お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらスカキンロイジャーやっていきたいと思います。さあ、ということで注目してほしいのはマザネクちゃんですね。はい、今の環境マザネク別にそんな疲れてないんですけども、まあこのデッキのね完成度が高く、グラチャレのね勝率1位か2位かにも、はい、いました。今もうみんなマザネクのことを忘れてるんでね、本当にかわいそうなぐらい、マザネク来たらどうすんのデッキやっぱ流行してるので、まあ不意にねこのマザネクが刺さるよねということでやっていきたいと思います。さあ、ということでやっていくんですけど、このデッキね、墓石じゃなくてもいいです。スケルトン部隊でもなんか良くて、てか元々はスケルトン部隊ですごい使われてたんですよね。そう、スケブで使われてて、なんなら今もスケブで使われてるんですけど、まあ、墓石だとそのバルーンの誘導だったりとか、まあ、ジャイとか誘導だったりとか、まあ、施設が1枚あるだけでやっぱデッキの安定度っていうのはすごい変わってくるので、まあそういった意味でまあ墓石でもありだねっていうので墓石型も使われてましたね。まあぶっちぎりどっちもいいんじゃないかなっていう。まあ施設のおかげで墓石トリトンでエリジャイとかもね防衛すごい楽になったりだとか、まあこの施設からのトリトンが優秀かなというわけで、ああこれです、これです。この相手絶対にあれですよ、ファイボーじゃないですよ。こういうのもうね、矢の飴とかしか入ってないですから。今ねもうみんなマザニコおばちゃんのこと忘れてるんですよ。かわいそうに、かわいそうに、やばい、おばちゃん、おい、マジで散る。え、いいよ、おい、ザコやない、何やってんねん。これ、スケルトン部隊だと思うんで、しかも相手、小屋を置いたんでね、この瞬間に、おりゃー、頼む、ハミスケが、ハミスケが強い。さあ、というわけで、今回の相手は、まあ、ボーラースケキンの、まあ、厄介なデッキですよ、本当に。スケルトン部隊、コウモリいて、ネクロもいて、もう小物多すぎやんっていうね。スケルトンラッシュなんですけど、まあ、今回はね、正義のヒーロー、マザネクおばちゃんいるので、おばちゃんゲーしていきたいですね。そう、マザネクいなきゃマジで止まんないデッキというか、まあ、マザネクいたら逆に負けるやろっていうデッキもね、最近本当に多いので、まあ、それがね、こういうデッキですね。そういうデッキにさ、しっかり勝っていきたいんですけど、もうなんかきついな、いろいろと。いろいろときついんで、これさ、おとなしく、カウンタープランでいきたいと思います。これ、あれ ?1 個捨てるかなというか、もう守れないかなと正直思ってた僕がいたんですけど、今。なんとか守れそうですね。ちょっと5打っちゃおうかな。ウッドまで。さあ。で、これでもうスケキンとこの豚で戦ってもらおう。おー、ええやん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 。なんか墓石ちょっと今回相手がボーラーとかスケキンとかいて、まあ出さない方がいいんじゃないか説があるので、まあ今のところ出してないだけで。さあ、マザネクね。君、マザネクでも見たことないでしょ、そのデッキ。マザネク引いたらね、終わりだよっていうのをね、ちょっとさ、教えてあげましょうか。で、豚が、なんかスケキンの背中で溜まってるのが、ちょっと嫌なんですけど。うわぁ、すんごいな。すんごいことが起きてる。さあ、これはもうね、どうにもできないですね。マザネク、ボーラー2発で行かれるっていう。やっぱり HP の下方が結構痛いですね。そう、マジで、なんか本当に、よりババアになったというか、よりなんか脆くなったんだよね。本当にね。まあ、マザネクの使用率が落ち着いたのもね、まあいいバランス調整だったのかなっていうのはちょっとありますね。さあ、まあですがね、最近本当にこう嫌な雨だけとか、まあ小型スプレーだけとかもすごいありますからね。マザネクおばちゃんでね、しっかり縛れていきましょう、その辺も。まあ、5持ってたら持ってたで、まあ別にこのザッピーとマザネクで5枯渇にもなりますし、まあ、結局トリトンとかもね、マジ鉄壁なんでね。さあ、今回の相手はメガラムかな。これも環境流行ってますね。あ、ごめんなさい、嘘つきました。鉄鋼か神器ですね。あ、これトリトンもう左にやっとけば、これ金起動できましたね。さあ、鉄火工場か、これ残ると熱いね。まあ、そんなか。神器か。どっちかですね。まだわかんないですね。ペッカ工場か。まあ、エリババと工場ババ入ってるデッキかな。まあ、ヒースピとかが出てくるか出てこないかか、ザップが出てくるかどうかとか、まあ、そういったところでもわかるんですけど。そこ、マザネクの竹、マザネクじゃねえわ。あっちゃくいです。さあ、今回相手は、まあ、ヒースピと、出てきたので、ペッカではなく、神器デッキですね。まあ、陸デッキ。もう陸ぶっぱデッキで、この相手は、スペルがタルババしか入ってないんですよ。そう、だから、まあ、墓石もザッピーも無限に溜まっていくよねっていうので、よいしょ。もうこういうとこでね、すごい攻めたくなっちゃうんですけど、いやー、行っちゃった。
構多分やばいっすね。まあスケルトン部隊あれば僕良かったんですけど、もう今ないので、あのトリトンが頑張るな。でこういうのもね、本当はマザネクで頑張れたらね、熱いよねっていう話なんですよ。よいしょ。さあこれは多分もう一体受けるとヒースピが飛んで、うちのスケルトン全部いなくなってたので、一発シャアなし許容で、ブタちゃんブタスケコンビ、いけ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 、大したことねえな。なんかマザネクな、どうだろうな。なんか今さ使用率結構低いんですよマジで。だからなんかこう本当小物系とかもわちゃわちゃしすぎてるんですけど、最近の環境、どうなんだろうね。バランスいいっちゃいいのかもしれないけど、強化欲しくなっちゃう。さあファイブ打ってあげて、もうザッピーもトリトンもいるので全てが止まるんですよ。僕のマジダメージ受けてるのは本当にあの端前マジやちゃあれだけですね。で僕はもう左はどうでもいいですね。右側攻めたいだけなんで、まあこの辺で適当にカード回しして、よいしょ、もうスペル削りしとけばいいと思いますね。あとか言ってるとこういうやばいことになるんだね、気をつけてください。でやばいと思うけど、言うて墓石がやっぱね鉄壁なんでね、この墓石いればエリババ全部止まります。はい、墓石 OP。ここ最近墓石も多いっすね。スケラエレジャイしかねえか。スケラエレジャイ、もうわかんねえけど、ゴブドリとか、まあ、いろんな的に入ってきてる印象がありますね。まあ、墓石もね、ほんと天敵がだって言ったらマザネクとかだと思うんですけど、もうマザネクもね、やっぱいないので、もう僕と、まあ、数人ね、マジで、マザネク好きのちょっと変わった人しか多分いないと思うので、さあ、今回の相手はゴーストと。まあ、あとは最近この陸デッキですよ。多分よく言ってるんですけど、マジで、あ、同じデッキ連チャン来ましたね。マジでこのゴーストというのを、アチャクイ、マザネクとか、まあ、ゴーストというのメガナイトとか、ゴーストというのペッカとか、まあ、ゴーストというのゴブドリとか、もう陸ですよ。3指導。こういうね、まあ、陸デッキがすごい強くなってるんですよね。まあ、それはもうゴーストというのが強すぎて、まあ、怒ってると思うんですけども、あと小屋が弱いっていうのでね、まあ、ゴースト抜きは小屋がちょっと嫌だったりするんですけど、小屋もね今環境オアなんでね、小屋小屋動画最近上げてないんでちょっと上げたいなって思うんですけど、相当弱いんですよ。そうなので、まあ、環境的にもねボス系は強いっていうので、まあ、陸系強いっていうので、まあ、その陸系に勝てるよねっていうのがこのデッキですね。さあエリポン置かれますね。はい、回転ずらされますね。いやこれザッピー2発ゴースト耐えるんですね。まあ、ザップ打たれたらいかれるって感じか。さあマジでガチ暇します。でリポンに5打ちます。ここゴーストも当たるんでかいな。でもう一回リポンかれます。はい、まあしょうがないですね。ああ置かれなかったですね。まあ、これは置かれなかったのはぶっちゃけ救いではあるけど、これ今置かれてたら僕マジ何もなかったんで。で右ガチ許容します。許容しすぎかな。まあこんぐらいでいいんですよぶっちゃけ。まあ、30指とエリポンで5コアさせられるんですけど、この何て言うんですか、最終的に相手やっぱスペルタルババしかなくて、僕のマザネクザッピートリトンスケキンの、まあ、形スケキンの後ろに大量にユニット貯めてカウンターロイでワンパンできるんで、なんかこうなんて言うんだろうな、初っ端のダメージとかどうでもいいですね。30種の弱点が、まあ、言ったら本当にダメージ最終的に稼げないとこなんですよ。でそこをカバーしてたのが、まあ、ゴルナイだったんですけど、まあ、もうゴルナイもね30種から解雇されてますね、弱くなりすぎて。でこういうのもしっかり低め低めで受けて、マジでマザネクトリトンザッピーとかこう頑張ってくれればもう全部ね。おお、いやマザネクのこのさ竹取りすごい優秀じゃない、ええ感じにね。でここで、まあ、謎の逆サイ行っちゃったんですけど、逆サイいろいろ行っちゃってなんか嫌だな。まあでもスケキンがなんかこれたまたま事故って頑張ってくれそうだな。さてエリーババは、まあ、宝石とマザネクでね頑張って、これ今ロイジャイ絶対逆サイでしたね僕。
まあ誰もが思ったと思うんですけど、そういうこともあるわ。うん、これもね、今もう行っちゃえばみたいな、行っちゃえばみたいな。これ、俺何やってんだこれ。足前スケキンやってんだけど、暇すぎもしかして。さあ、良くないですよ、ああいうの。気をつけてください。さあ、あれは5ウッディですね。これだったら僕も一生守っておけば勝ちですよ、ちなみに。うん。で、後ろからできるだけ足遅いニット、まあ今回のこのデッキは基本的に全部足遅いんですけど、足を据えに行っていっぱい出して、これ左にユニット固めたいですね、あとは。マジで右は5打てるんで最悪。もう1枚ぐらい来たら。さあ5打ってあげて。で、マザネク欲しいかな。いや、ザッピーがすげえ優秀だ。で、相手エリババ咲いたんで、もうここでマザネク出して、マザネク？ロイジャイですね。なんか今日日本語が喋れないです。ほら。頑張れー。で、この辺も全部ね、陸系最強ユニットいっぱい出してあげて。マザネクがめっちゃ頑張ってます。見えないところで。さあ、で、宝石出してあげて。でも全部ね、マザネクが豚にしてね、時間稼いでくれるんでね。いや、マザネクバカ活躍してないですか？で、気づけば、これね、スケキンで多分右がたまたま折れたりしねえかな。一発オーケーバチコーンということで、すごいマザネクのね、ユニット豚にして時間稼ぎでマザネクのおかげで勝てたと言ってもね過言ではないです。まあハンターでも多分勝ってましたけどね。マジね、直近のデッキね、こういうもう本当にマザネク来たらどうすんのデッキばっかなんでね、こういうのにすごい刺さりますね。さあよろしゅう。まあそんなわけで、まあ後ろからユニット出してカウンターロイでなんとかなりそうですね、基本的に。さあということで、圧着衣来たな。で、圧着衣はまあ相手陣地の圧着衣はもう処理できないんですけど、もうそれはしょうがないですね。まあスケキンのスキルで時間稼ぐとか、まあいろいろやりようはあると思うんですけど。さあ来ました。マジで本当にみんなマザネクロ見たことないんですよ。マザネクマジでマザネクで、あとなんならトリトンで、このジャイをこっちにおいでなしって、あ、パーンチ。これ多分相手キングにやらめ打ってきます。打ってこないのか。いやいや、俺今諦めると思ったんですけどね。相手これジャイスキラで、僕もだってキング起動してマザネク持ってて、これもう絶望っすからね、これ。まあでも心理的にね、心理って書いてるぐらいなんで、まだね、勝ちようあるってなんか、なってんですかね。ちょっとわかんないけど。さあ。俺何言ってんの俺。さあ。とりあえず、スケキンのスキル溜まってたんで、解放してあげて。これ今、ガゴ咲いて、相手あともう、スケルトン部隊しかないので、まあ、圧着衣が回るかもしれないんですけど、まあ、圧着衣回るぐらいなら、それはそれでね、もうその間にダメージ稼げるんでね。さあ。これは、きついらしいですね。さあ、グッドゲーム。もう、最初でもうね、施設トリトンで、わからせキング起動。もう、まあ、矢の雨雪玉で、マザーネクロって散るんですよ。で、しかも今回もキン起動してるんで、まあ、ここに対して躊躇なく矢雪打てるんですけど、まあ、矢雪打ってる間には、もうスケラが終わってるっていう。さあ、いじめです。現環境、ジャイスケラがちょっと強いんですけど、まあそれは関係にマザーネクロがいないからこその話であって、もう今これで見るとね、もう雑魚です。はい。で、スケギンのスキルも使ってあげて、圧着いってね、小物に弱いんでね、こういうスケギンスキル系にちょっとね、辛いうまいをしますね。さあ、あれなんならウッド系でも芝きそうですし、墓石も強いんでね。さあ、干渉です。マザーネクロ出して、あとスケギンね、まあ、ダックピリみたいな感じで、範囲でね、優秀なんで。よいしょ。これでほぼ完封できます。ほぼというよりも、なんなら、スペルのダメージしか受けてないですね。はい。ということで、ボコボコです。で、何にも当たらないファイボです。ロイジェ近っ。
そんなタワーの近く行くことあるか。スケキングをしたのかな。物量で押されてタワーの目の前まで行ってましたね。さあナイス。さあ今んとこね、もうスケキンがブース刺さる相手しかちょっと来てないですけども、よろしく。いやこの雪マークついてる相手ジャイスキラ説結構ありますからね。僕の偏見かもしれないんですけど、マジでマルチジョイこの雪マークついてると、あはは違いました、ジャイスキラっていう謎のねちょっとありますから、まあ、これ工場ババ引っ張りをトリトン出して、うん、さあエリキで止められるものの、まあまあまあマザネクが、マザネク、いやーなんか HP がやっぱねちょっとだけ脆い。そこエレキやったら舞台なんねえかな、間に合い、あー間に合わないか、まあまあ、まあ、さあエレキへの工場、これはでもエレキとマジアチャなんでペッカっぽいっすけどね。さあペッカ工場、いやすごい攻めてきますね。ザップ使ったんで、最悪もう一枚来たら墓石で全部止まりますね。やっぱ陸系に対してね、まあ多分ファイバーがあると思うんですけど、まあ言うてザッピー墓石あたりは強いですよね。うん。さあ、でもガンイもして、ガンイもしてかな。で、マズネクは結局ファイブ打たれるんで、さあ相手もね、悲しみのホレイ。悲しみの格上ホレイ。でケツトリトンはマジで僕の負け筋っすね。あのペッカ引っ張って終わっちゃうっていう。でマズネクでこれ多分やられるんで、マズネクじゃないマジでじゃね、まあ、そこだけ警戒して、うん、でボスキ壊れてから小城ババっすね。でまあザッピーファイボとかもあると思うんですけど、あのゴースト近起動したいっすね僕は。逆サイドのもう一個さらに逆サイドですね。まあザップってくるかな。さあこれは美味しい。でスケキンのスキルはまあ一応使い得っちゃ使い得だと思うんで、この工場の位置じゃなくてザッピーの位置はちょっと危ないですけど、トリトンがね、さあキング起動したのでこれでかいですね。さあなんならこれ相手からペッカ裂いてくれたんで、このカウントちょっと行きたいですね。キック抜いてよいしょ。で、スケキンのスキルも使って、さあ、大量大量、大量、レッツゴー。これもうペッカがどこにタケ取るか分かんないですからね。で、なんならこれ、トリトンが引っ張って、さあ、ペッカ無能タイム、ザッピー、さあ、もうこれ相手諦めですね。で、諦めのホレイが飛んできます。飛んでこないんかい。さあ、グッドゲームです。まあ、そんなわけで、まあ、ファイボザップとかにはもう余裕ですね。まあ、墓石壊れた瞬間ザップで、ザッピーにもファイボとか打たれると、まあ、ちょっと嫌な部分あるけど、まあ、言うて、まあ、トリトンとか無双しますしね。ワンチャンポイズンだったかな。ね。余裕でファイボでした。ということで、このロイ・マザネクちゃんね。まあ、マザネクかなんか意外とこう、環境刺さるときは刺さるので、まあ、腐るときは腐るんですけどね。まあ、意外とね、環境勝率高いだけあって、はい、強いのかなと思いました。皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。